奥の栄太郎奥の栄太郎昭は20年5月24日は日本の陸軍軍人。階級は陸軍中将。大津市長。恩城寺寺奥野次の寺の長男として出生。1891年、京都府立第一中学校を卒業後、陸軍士官学校に入った。1895年に士官学校を卒業し、少位として、 不評第8連隊に勤務した。その後陸軍大学校に入り、1901年に卒業した。参謀本部付を経て、少佐として1909年に、不評第70連隊大隊長に就任。以後、第12師団参謀、第7師団参謀、第14師団参謀、由来要塞参謀を歴任した。1912年、中佐に進級して、 朝鮮軍司令部参謀に就任した。1915年、大佐に進級して、不評第48連隊長に就任し、翌年に第9師団参謀長に転じた。1919年に少将となって、不評第24旅団長に就任し、1921年7月に第18師団司令部付に転じた。1924年2月4日、 中将に昇進とともに退面となり、同月26日予備役に編入された。1926年に大津市長に選出され、1930年まで在任した。在任中は、上水道の整備や市庁舎の新築を行った。市長退任後は、大津市会議員や大津市信用組合長を務めた。ありがとうございます。